西ギリシャはギリシャ共和国の広域自治体であるペリフェリアの一つ。主婦の港湾都市パトラはギリシャ第三の都市である。人口は753,267人。ギリシャ中央部のイオニア海側に位置している。北はアンブラキコス湾のほとりでイピロースに接し、沖合にはイオニア諸島が連なる。行政区画である西ギリシャ地方は地理的な地方としての 中央、ギリシャと、ペロポネソスにまたがっている。北の本土側と南のペロポネソス側は海によって、隔てられており、ギリシャ最長の橋であるリオアンディリオ橋が両者を結ぶ、唯一の陸上交通路となっている。ペリフェリアは3つの行政区に区分されており、本土側に、エトリアイコールアカルマニア県、ペロポネソス側の北東側に、アハイア県、南西側に、イリア県がある。 アルバニア国境付近からギリシャ本土西部を南北に貫くピンドス山脈が影響を及ぼす。地域の中央部にはイオニア海のパトラ湾及びコリンティアコス湾が細い海域を形成し本土側とペロポネソス半島側が隔てられている。海域の最も狭い部分はリオアントリオ海峡である。西ギリシャ地方の本土側には ギリシャ最大の湖であるトリホニダコをはじめ、アンブラキア湖、リシマヒア湖、オゼロス湖など多くの湖がある。ピンドス山脈から南へ流れ下るアヘロース川は、ギリシャ第二の長さを持つ大河である。アヘロース川をせき止めていくつかのダムがあり、特にクレスマタダムが作るクレマスタ湖との間に広がる、は、ギリシャ最大の人造湖である。他に、本土川の川としては、 東部を流れ、パトラ湾に注ぐエビノス川がある。西ギリシャ地方のペロポネソス川には、北東部に2000メートル級の山地が広がっている。アロアニア山は、西ギリシャ地方の最高峰である。この他、エリーマントス山やパナハイコ山がある。主要な川としては、北部にピロス川、南部にアルフィオス川がある。夏は暑く、冬は温暖である。 地中海性気候であるが、エリマントスやパナハイコ、アロアニアといった北ペロポネソスの山岳部では、鉱山性の気候も示す。下季には、沿岸部では、晴天が続くが、山間部では、部分的に鈍天や降雨がある。冬季には、平野部においては、気温が、摂氏10度前後になるが、山岳においては、降雪もよく見られる。西ギリシャ地方最大の都市は、 ペロポネソス側の北部のパトラ湾ーブに位置するパトラである。パトラはアテネ、テッサロニキに次ぐギリシャ第三の都市である。本土側では南部内陸のアグリニオが最大の人口を有する。この他人口1万人を超える都市はペロポネソス側では西南部のピルゴスやアマリアダ北東部のエギオがある。また本土側南部の沿岸部にはメソロンギがある。 西ギリシャ地方は以下の3つの行政区から構成されている。これらの地区は2010年の地方制度改革以前は自治体としての県であった。2011年1月1日にノモスが廃止されて行政区となった。中央ギリシャ地方には基礎自治体である市が19ある。道路、鉄道の路線一覧のうち内の地名はペリフェリア街を示す。 ペロポネソス側では、パトラから東へコリントスを経由して、アテネ方面へ向かうグレーンマイナス8、パトラから南へ、ピルゴスに向かうグレーンマイナス9が感染をなしている。パトラピルゴスの諸都市を結んで半島北東部を、半周する高規格の高速道路、オリンピア高速道路が、計画、建設中である。2004年には、パトラ郊外のリオと大岸のアンティリオの間に、 リオアンディリオ橋が開通した。本土側では、アンティリオからメソロンギ、アグリニオといった都市を経由し、イピロスの主婦を、ヨアニナに至るグレーンマイナス5が、南北の幹線となっている。同様のルートで、イオニア高速道路が建設中である。東の中央ギリシャ地方方面へは、コリンティアコス湾岸にレバデアへ至るグレーンマイナス48、アグリニオから、 ヒンドス山中のクレイマスタ港を経由してラミアに至る、グレーンマイナス38が主要な道路である。パトラ駅鉄道は、ペロポネソス側のみで運行している。かつては、本土側にもメソロンギとアグリニオを結ぶ路線があったが、廃止されている。19世紀から20世紀にかけて、ピレウスパトラペロポネソス鉄道会社が、ペロポネソス半島に、狂気の路線を敷設した。 アテネとパトラを結ぶ路線については、アテネキャとカンの標準基神線への付け替えが行われている。また、パトラスとリオの間には、プロアスティアコスが運営されている。パトラ港は、ギリシャの主要港湾の一つである。国際貿易港であるとともに、イタリアとを結ぶ国際航路の拠点となっている。この他に、多くの港湾があり、パトラ湾。 コリンティアコスワンの対岸同士を結ぶ航路や、イオニア諸島とを結ぶ航路がある。アラクソス空港はパトラから南西へ 45km の地点にある。アクティオ空港はペリフェリアの北端に位置し、プレベザやレフカダ島に近接している。ペロポネソス川南西部には、オリンピアの高校遺跡があり、ユネスコ世界遺産に登録されている。 ペロポネソス川北東部のアロアニア山やその山麓の渓谷、ホンド川メソロンギの石湖、アンブラキコス湾など豊かな自然はエコツーリズムの対象となっている。ここでの都市は中心市街地区を指し自治体の郊外部を含まない。人口は実住人口。ありがとうございます。